これか、 STM9 今回の新武器サブマシンがめちゃくちゃかっこいい。ドストライプなんだけど見た目。ぜひプロジェクト F に実装したいこの見た目の銃。ちょっと触ってみよう。現状の性能どうなんだ。だから単発っぽいね、シングルファイヤーって書いてあるからね。これ初期でついてるこのバレルが結構もうすでにまあまあいいもんなんだな。このバレルがすげえ優秀というのが分かった。で、あ、50ラウンドつくんだ。なるほどね。何これ、マグウェルって。なんか拡張性はあまりなさそうではあるな、見てる感じ。アドバンスチューブついて、やっぱ萌えには勝てないかな。萌えつけたらダセーなこれ。なんかそのまま使いたい感すごいなこれ。なんか全体的にコスパいいなこれ。ちょっとこれこのまま使うか。なんか変に改造室に箱出しでそのまま使えちゃいますなこれ。サブマシンガンで単発ってどうなんだ。正直勝ってる要素なくねって思ってんだけど。どうだろうね。ちょっとまだ分かんないかな。これ未来ある。まあいいや、早速やっていきましょう。なんか音の聞こえ方とか響き方変わった感じするな。気のせいだったらごめん。まあやっぱなんつっても SMG だから狭い空間での戦闘はね、たけてるはずなんですよ。なんもないね。あとは、あ、今一瞬出たな。あ、MCB わからな。埋もりすぎだろ。いや、これ怖え。だって今拾ってる武器の方がちょっと強そうだもん。競技用ライフルだから近接は想定外。あ、なるほど。これ競技用ライフルなんだ。あ、競技用だからアサルトライフルじゃないのか。SMG ねえのか。そんな、人殺す目的じゃないから、クソでかい黒剣の弾ぶっ放す必要ないもんな。で、競技用だからこんなかっけえのか。あー、俺が退陣したら絶対勝てなさそうなことしてるわ。向こうで。向こうで、絶対俺が戦っちゃいけないタイプの音してるわ。まあ、いたね。オッケー、やったか。やったかってよくないな。やったかってさ、やってねえんだよ。とりあえず一人やったんだ、とりあえず。多分あれは死んだでしょ。あれ多分死んで転げ落ちた感じだから多分やった。いるね、なんかね。クソビビった。とりあえず一旦行けるとこ行こう。これか、これ PMC でしょ。あ、違うわ、スカブだ。うわ、俺スカブにあんな気合い入れて打ってたのは。何、今日なんかあれだね、いつもと一味違うね。リザーブ、今日のリザーブね、いつもと一味違う。いるやん。あった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 、勝った勝った勝った、え、これ嬉しいぞ。なぜか勝ってくさ。あれ、回復なくなっちゃった。まああいつが持ってるか。こいつもしかしてナッシング回復。ディアリー、ああいうナッシング回復
お前か。どうしよう。脳回復ね、こいつ。ここから回復が出る。キングの2回回復ありますが、まあけど1回脱出しちゃうわ、とりあえず。1回脱出しちゃいます。ちょっと、ここで購買したいと思ってきた方がいいということが分かったんで、1回買いましょう。とにかく。これ。まあ、PMC1 人倒したのは、まあ、1つ。でかい。非常にでかいござんした。帰れそうかな。いやこれハーマー乗せるべきだね、多分。これこういう武器こそハーマー乗せるべきだね。ちょっとね、一戦目の反省を踏まえてハーマーにしました。より見た目がいかつくなりました。対戦よろしくお願いします。こうなってくるとちょっとサプレッサーつけたい欲がやっぱあるな。かっこいいよね、サプレッサーつけると。あ、これえぐいね。これめっちゃえがついじゃん。これでいこうかな。これでいくわ。結構追加パーツついたね。そこそこの値段するね、ほんで。回復を持っていない。さあ、まあ、とりあえず来なさそうなんでいきますか。これで来たら切れる。てか、あれだね、なんだっけ、あの頭のこのなんていうの、フェイスガード、フェイスガードこれ治ってるね。修理したら治るようになったんだね。プレイヤーじゃねえか。俺なんで回復ないのにこんな好戦的に戦ってんだ、さっきから。自分が回復ないこと実は忘れてる。例えば帰るか。これ強くない、この銃。いや強いくはないな、別に。多分他の銃だったらもっとスムーズに倒せてるのが、なんかただ時間かかってるだけだな。こいつなんだ、なんでこんなところいたんだ。バグってたわけじゃないのか。なんでこいつは全員同じ AKM 持ってんだ。あ、 AKM か、こっちは。 RPG じゃないのか。これ骨折も持ってないじゃん。何も持ってないじゃん、俺よくこの状態で戦いに来たな。何の準備もしてないんだけど。何も備えてなくて草。え、この間ここに、はい、IMD2 っていうやつがいたからな。はい、いないね。はい、IMD2 はいない模様。じゃあなんで俺サグケース持ってんだ。うわ、ミスった。やった俺タグケース。うわマジか。俺これレイドインで拾ったタグケースなのよ、前回、前々回かな。レイドインで拾ったタグケースそのまま俺、うわうわやった。あ、もう気づかんかった。いらねえよそんなタグケースよ。どんだけ俺タグ拾う人だと思ってんだよお前。いらねえよ、4つ持ってるぞ今タグケース。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとね、なんか今日勝てちゃってあんまりこう締めもクソもない感じなんですけど、けっ、いや強くはない、強くはない、強くはないけど、その箱出しで使えるって意味でかなりコスパはいいかなと思いますね。だからあれみたいな感じ、序盤に使うマークスマンライフル、 ADR みたいな感じ、そう ADR みたいな感じなのかなというふうに思いましたかね。まあなんか今回勝てたんですけど、多分これはまあそんなそうそううまくいかないような状態かなというふうには思います。ということでね、まあ新武器ぜひ皆さんね、出てみたんでね、この STM9 かっこいいんでね、使ってみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。
you